デラガーディエ戦役は、ロシア・ポーランド戦争中、ヤコブ・デラガーディエと、エベルト・ホルン率いるスウェーデン派遣軍5000人と、ロシア・ツァーリ国のミハイル・スコッピンシュイスキー率いる、軍勢の連合軍が、ポーランド・リトアニア共和国と、ニセ・ドミトリー2世と戦った戦役。1609年、スウェーデン・ウォーカール9世とロシアのツァーリバシーリー4世は、リボルグで同盟を締結。 ロシアが、ケックスホルム県をスウェーデンに割譲する代償として、スウェーデンが、ロシア側で参戦した。ロシアスウェーデン連合軍約1万人は1609年4月に、ノブゴロドからモスクワに行軍、途中で、反乱軍を撃破して、トロイツェセルゲーバラーブラの包囲を解いた。ニセドミトリー2世は、モスクワ近郊のトゥシノで宮廷を構え、バッシーリー4世を脅していたが、 連合軍は、偽ドミトリー2世の支持者を蹴散らし、1610年3月には、モスクワの包位も解いて入場した。その後、偽ドミトリー2世を支持したボヤールの一部が、ポーランド王子ブワディスワフに、ロシア王位を請求するよう求めた一方、スコピン・シュイスキーは毒殺され、代わってバシーリー4世の弟ドミトリーシュイスキーが、軍を率いた。1610年6月、 デラガーディエとドミトリー・シュイスキーは、モスクワを立って、ポーランドによるスモレンスク包囲を解こうとしたが、7月4日のクルシノの戦いでデラガーディエの軍勢の大半が、ポーランドのスタニスワフ・ジューキエフスキーに願える結果となった。クルシノの戦いでデラガーディエの軍勢が400人を除いて願ったため、彼はジューキエフスキーと停戦協定を締結。 モスクワのツアーリに協力しないことを代償として、ビボルグまで行軍する権利を確保した。デラガーディエ戦役は、イングリア戦争の前触れとされることもある。ありがとうございます。